はい、5万系ラビート。ラビートは1994年の、関西空港開港時に登場しました。こちらはラビートアルファ、途中の停車駅は、新今宮、天ヶ茶屋、そして、泉佐野、臨空タウン、そして関西空港という順に止まっています。ラビートにはアルファとベータがありまして、途中に堺と岸和田に止まる列車があるんです。このラビートアルファは堺と岸和田という止まりません。はい、こちらは難波駅の4番乗り場から発車しております。向こうからやってきたこの列車が、車両はね、5番系です。そう、この列車は2022年の11月1日から営業運転を開始した、ね、特急5万系仙北ラインです。ダイヤ改正で、仙北高速鉄道に入ることが決まりまして、今日がその運行初日です。ね、隣に止まっているのは特急サザンです。サザンとラピートがね、並ぶ光景というのが未だかつてありませんでした。さらにね、やっぱり初めてのということでね、一足の二幕は特急、そしてドアの付近に、仙北ライダーというロゴが発せられていました。6両編成で運転されて、スーパーシートで運転されている5号車6号車は、ね、もう、同じ量も、ね、レギュラーシート扱いになります。この鉄仮面のような顔をした5万系ラピードですが、ね、今撮影しているのは仙北ライナーの5万系、ね、初めて高野線に乗り入れることにもなります。真っ青なデザインが特徴的な5万系。さあ、出発です。ラビートといえばこの丸い楕円形の窓が特徴。これは飛行機をイメージして作られています。関西空港へ行く特急ラビートならではの、そしてここで面白い光景を見ることができます。そう、5万系の離合です。はい、ね、このラピート同士の離合というのはそんなに珍しいことではないんですが、これは、特急ラピートと特急仙北ライナーとしての5万系の行き違い、すれ違いです。しかもこのラピートは、ね、後で紹介しますけども、このラッピングカラーが特徴。ラピートといえば何回かね、かつてもこういったラッピング塗装をした列車というのは何回か存在をしていましたが、今回はこういったデザインになっています。ちなみにちょっと脱線しますけども、今日は吉本新喜劇の辻元茂雄さんと風間寛平さん、酒井愛さんが一日駅長ということで務められています。ね、その準備はこの9番乗り場でしておられました。今日はこのラピート5万系の特集です。そしておまけです。こちら難波駅なんですが、車両は南海の8300系と1000系です。これは
急行ではありません。準急の泉中央行き。この、8300系と1000系も泉中央まで乗り入れることになります。これはそんなに珍しいことではないと思うんですが、朝のラッシュ時の光景です。前4両が8300系、後ろ4両が1000系です。新旧、ね、の、2号となっています。長い8両編成で運転をされています。